そうだろう。うん。え、ガチ。いや、買い取りはないだろう。会社の件で話がある。どういうことだ。ちなみに台車は廃車になったらしい。修理は儲けになるからするよ。いや修理、いやいやいや修理しないって。台車は廃車になったって。台車が廃車、そう。いや、タントの修理のことは関係ない。うん。タントの修理ってどっちのタント？どっちもタントなんだよ。どっちのタントだからちょっとなんか困惑になる。廃車祭り始まってます。弁償代とか論外。いや弁償はしないけどね。もんじゃにしちゃい。来させるよって。来らんだろ。どういうことやな。完全に金じゃん。なんで？え、でも金とか言ってももう遅くない？普通に。録音したんやろ。あ、それはまあ大丈夫だけど。ふっかけられるなよ。いや、ふっかけられねえな。後付けすぎるよ。みんなも。廃車にしていいって言われたんやろ。いや、廃車にしていいって言われたんじゃなくて、向こうはもう廃車したんだよ。廃車に。連れていかなくてもいいんじゃない？別に。いや、配信していくよね、逆に。録音もあるし。だって、愛車の件の意味がわからん。無理やん。大丈夫だろう。
最後車です。いやもういいよ、大事、電話で言いづらいんじゃない、会って聞いてやるよ。車やったら話すの、話す、いや話すしかないでしょ。やばくねえだろ別に。何いびくって。下行くよ。なんとも真摯。いや昼に行く。いやわからん。なん夕方でもいいけど。で金をふっかけてくるんじゃ、いや分からんけどね、金ふっかけてくるのかな、そんなことないと思うけど、だってもう向こう行ってるしね、台車はもうこちらで廃車で処分するんで、そこはもう大丈夫ですって。言いくるめられないだろ。50万かな、いや、それはない。それはありえん。それはありえんわ。お金払えって言ってくるの？いや、もう無理だろ。遅いだろ。お金払えって言ってきても、いやもうそれは無理だと思う、完全に。でも何かストアストアする、いや別にないじゃない、別に何もないと思うけどね。うちも費用半分出すので、松本くんにも半分払ってもいい、何の費用出すの、何の費用、費用の意味がわからない、よく何の費用でっていう。有吉はあれですね、代車って車屋の資産でしょ、不定で金額って出るから請求できるんじゃない、できんの、逆に新しい代車の車代、あ、それはねえな。それはねえ。ありえ。それいるか。明日行かないと分からんね、うん、まあ、大事だと思うけどね、普通に全然よいしょ、それは関係ないですね、廃棄にかかった費用とか、だって向こうでこっちでもそれは処分するんでって言ってるから、残念なら録音もされてるから。
まあ、後付けは無理やろ。愛金かかった費用とか何も知らんし。あわいしお茶箱役やと、ペペ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 、はあ、それはマジで知らん。それはマジで知らん。何も関係ない。それも関係ねえで。マジで。スタジオいい、うん、もう全く関係ないわ。なんか増えてね。何が？増えてはないよ。あともう一つだよな。電波が悪すぎ。もう一つ厄介な件があるんですよね。ダリー、これも。もう一つで、うん。いや、なんだこっちの方がダリーんだよ。こっちの方がダリーんですよ。どうしようかな。台車の件よりもよっぽどこっちの方がめんどくさいっていうまだあるの、うん、まだあるんだよ。こっちの方が非常にめんどくさい。どうしような。どうしような。宮のケツ持ちに。いや、それも全然大丈夫。それも全然、うん、出したことないですヤミ金、あのそれもないけど、あー、じゃあどうしよう。これが一番厄介だよな、ほんまに。どうしようかな、本当に。こればっかりは。じゃあどうしよう。顎歯、いや、そういうのじゃないんだって。水虫、いや、ちげえよ。イカルドのパンツで、イカルドのパンツなんだよ何もしなかったらまずいだろ、さすがに。手打たねえと。のみろちゃん、あったかい。どうしようかな。うん、いや、教えるけど、ち
ょっと待って、教える前に台車の件よりめんどくさい、台車の件よりめんどくさいだよ。台車の件よりめんどくさい。人間関係、いや違う違う。人間関係じゃない。そういうのじゃないんだけど。歯？あ、もう歯なんか全然違う。スマホが止まる？あ、全然違う。全然関係ない。裁判だった。もうそういうのじゃない。ケジラミ？いや、意味がわからん、ケジラミは。新車の件か。新車の件じゃない。イカルトのカード盗んだ。イカルトのカードなんか盗んでないっす。金だな。いや違うっすね。税金関係、あ違いますね。しょう。マティアスの歯よりめんどくさいことあるよ。あ、そのもんより全然めんどくさい。マジで。でも全然楽。親子関係、あ、もう全然関係ない。台車よりもめんどくさくて。てか、そっちの方が多分解決できねえんだよね、正直。町内会、もう全然関係ない。いやー、まずいことになったな。これなんてこと、携帯壊れてねえかこれ。携帯が、なんでこれこんなすぐ切れんだよ。インサレされた、まあ、そんなも関係ない。ネットなんか関係ないんで、リアルなことなので。いや、どうしよう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 、マジでどうしよう、どうしよう、どうしよう、ミロちゃん、やばいぞマジで。やばいぞミオちゃん。好きな人、あ、全然関係ない。どうしようミオちゃん、ミオちゃんどうしよう、マジでやばいわマジ。どうするミオ、いいよな、ミロは何も考えなくてよくて。な、な、家がなくなる。あ、それもそれよりやばいっす。家がなくなるよりも、俺とイカルドはそれで今頭を抱えてますね、かなり。ちなみにうちの母親も知ってる。いや税金とは関係ない。歯とか関係ない。
犯罪、いや全然違う。犯罪とかじゃないです。介護とかじゃないです。名を名乗るな言われてる。いや名乗ってないっす、なんなら。入院費、いや入院費なんか関係ないっす、そんなもん全く。あご肉、うん関係ない。なあゆうちゃん、どうするマジで。お前マジで思うと。夜飯は決まらない。いやもうそんなんどうでもいいじゃん。それはもう全然言う。そこが一番あれだよね。ミロに嫌われてるとか、いやもう嫌われてるのは嫌われてるけど、まあそんな関係ないね。実験なんか全く関係ない。ネタがないとか、それは配信でしょ。配信のネットとか関係ないんで。無理だな、話すの。俺が双子妊娠した？いや俺女じゃないんで、子供ができた。いや子供できたら別に悩まねえだろ。まあ、ある意味悩むか。卵を産んだ。産むのじゃないんだって。でもまあちょっとこれ言えな、これは大丈夫。いや大丈夫じゃねえよマジで。歯が抜けた。いや俺の体のことじゃない一切。ただイカルドも俺もそれで苦しめられてる。どうせしょうもない。じゃあ聞くなよお前。聞きたい人だけでいいよ。ちょっと見やしい。平和人に関することどうか教えてや。なんだ一生聞いてやれて。まあ脅されてる。あまあでもちょっと近いっすね。弟や妹なんかされた。いや弟や妹に助けてほしいよね。いや無理だな、助けれんなあいつらでは。あいつらで助けるのは不可能だ。ぶっ飛ばせるなんかどうでもいいわ。住むとこなくなる。あ、まあそれよりやばいっすね。まあ住むとこなくなるのもやばいけど。まあだから住むとこなくなるぐらい。いやーでもどっちだろうな。まあ住むとこなくなるよりちょっとこっちの方がめんどくさい。え、助けを求めるレベル。そうだね。伸ばし毛も何も言わないからな。あとは悟ってほしいっすね。悟れます？実験のネタ切れ。あ、もう配信関係ないもん別に。これって配信つけてる時の方がなんか気持ちが楽。配信切った時の方がわやべえなって感じだ。配信は全く関係ない。悟った？うん。マジっすか。言わなくていいっすよ。
リアル悩みで。だよね。うん。いや、ガチでやばいやつだよ。本当に。ご近所なんか関係ないです。まあ、レモン君は分かったんじゃない。まあ、だから俺の配信をずっと見てる人は分かったかと思う。前から。察した。うん。言うなよ、お前。生理が来ない。いやいやいや、俺女じゃねえのに。なんだ生理が来ないって。表札なくなったのは関係ある。表札なくなったのは関係ないっすね。分かったわ。でしょ？あ、言わなくていいよ。言っていい？あ、おまだれくんは多分違うから言っていいよ。どうぞ。イカルド関係っていうか、だから俺もイカルドもどうしようどうしようってなってて、ね、ミロもどうしようってなってる。闇波に引っ張る。いや、闇が言うんじゃない。俺は言わないけど。税金なんか関係ないです。全く関係ないです。ヒントここ。どういうこと？ヒントここって。車もやべえ。どうしようかね、マジで。反射向かわすか。まあ反射が来たところで関係ないけどね。創価学会強制脱退。創価学会強制脱退ではない。いや、で別にその創価学会強制脱退なんて別に俺からしたらどうでもいいことだもん。あ、そうなんだぐらい。だって別に信じなんかしてないし、そもそも。とかそんなもん大したことない。彼とトマチの車は差し押さえ。あ、全然違う。俺と、もう一個ヒント、俺とイカルドとミロがやばいっていう状況で、これで大体わかるでしょ。面倒だからどうでもいいや。どうでもいいわよ、お前にとっては。うちにとってはどうでもいいけど、第三者なんか正直どうでもいいんだよ。何が分かるの？いや、分からない人間は分からない。分からない人間には別に分からない、分かってもらわなくてもいいし、別に。大したことじゃないだろう。うん、だからそれは第三者は大したことじゃないかもしれないけど、うちにとってもやばいよね。だって第三者なんか何があっても大したことないやろ。関係ねえんだから。ミロが病気。もう答えは出てる。もう答え出てますね。家がなくなる。だから家がなくなるよりもやばい。まあでもこれは今日知らされて、あー、やばいね。超やばいね、それ。それどうする？っていう話よね。それ どうする、それみたいな。台車の件なんかもうこれ聞いたらね、あの余裕で話吹っ飛んじゃうぐらい、台車の件なんかどうでもいいな。それはもう正直どうでもいいぐらいだね、台車の話なんて。だから平八のことはマジで関係してるよね。平八は、平八が闇バイトなんかできないだろう。平八闇バイトはやばいだろう、ね、立てないのに。借金、いや違う。
家売るの。いやいや、だそれってのはだから家がなくなる話じゃん。家がなくなる話だから結局それそうなるじゃん。家を売るとかじゃない。なんかこう真剣な人ですね。お前みたいにふざけてねえんだよこっちは今。平八に彼女ができたとか。なるほど。まさか病が深刻とか。だから貧八の病気っていうのはそのどっちにしたって深刻だから、なんか普通にあいつは深刻じゃないって言ってるけども深刻なんで、それはまあどっちにせよ深刻で、そんなことはもう別に分かりきったことで。分かったよマジ。ミロちゃんどうするマジで。お前どうする本当に。ああみんなで HIV 感染したんか。してねえよ。どうするマジでミロちゃん。何事？多分変八はもう帰ってこないぞミロちゃん、うん、主の代わりを。正解知ってるけど言っていいのか。あどうぞいいですよ言ってください。知ってる人は言ってください。怒りとの愛人が乗り込んで平八に離婚要求してきた。いやそれは面白いけどね。逆にそれは逆に面白い。いやそれは俺もちょっと見たいね。平八ね、いや合ってるけどってか合ってないよね、平八は日本サッカーの監督で平八ジャパンになるんだろう。意味が分からん。ルールも知らねえのにおかしいだろ。あどうしよう本当に。ちょミロちゃんマジどうしよう。どうするマジで、うん、いやくそ施設。いや施設には入った方がいいと思うよ。なんならそり方ぎこちたくねえだろ。回答答えはね、ちなみにねこの中にあるんですよ。この中にここにね答えがある。クイズです。答えここの中にある。テレビ。なるほど遺品整理だな。遺品整理。遺品整理、もう死んでるやん。
会辞めてないよ。だって別にこっちに仏壇あるし。学会辞めてねえだろ普通に。仏壇の味どうしよう。どうしようなマジでな。家売ったんか。いや売れるのこの家。土地として売れっか。もう答えあるじゃん。ほら。そこが部屋になるんか。どういうこと？ここは部屋になる。いや猫が亡くなったって。電波悪いな。これなんだよこれ。いや上がんねえ電波悪くて。いるじゃん猫。猫。猫も寂しがってるわ。猫。ミロのキャットタワーが上にあったのに下になったってことだろ。正解。いや全然ちげえわ。あーユインさんおしばきあかれす。フェ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 。はー。猫見ろ。いや全然違えだろ。違うに決まってんだろマジ。変八がキャットタワーを占領して出てこない。いや変八ちっちゃくなりすぎだろ。うん、ねみこちゃん。ベッドの下に。マジやばいよ。どうしようかね、女に。ああ。最悪。群衆。じゃあ上見せろ。いや上見せたところで意味ないだろ。上見せて何が起きるんだよ。まあね、でお前こんなところに平八が立ってるわけないだろ。お前おかしいだろ。わかる。いやわからんっす。あなたの言うことなの。ミロに平八返してやるよ。意味がわからん。どうやって返すの。うん、返せるわけないだろ。いやその上じゃなかったらどの上だよ。なんだよ。いやマジどうしようかな。早くヒント言えよ。だもう言ってんじゃん、ずっとヒント。ヒントしか言ってんだろ、さっきから。で、わからんや。で、サッカー日本代表、平八がサッカー日本代表になったこととか言ってる時点でもちげえだろ。そもそも。普通に。こっちに聞いてやるよ、じゃあ。マジでわからん。いい加減に言えよ。いや無理。どうするマジで。ああ見とったに。え？いや見やんでいいよ。
あの話は配信で言うなよ。いやだからそのあの話絶対言うなよ。どの話？ん？絶対に言うなよ。あれだろあれ。台本じゃない。ミロちゃん、ミロちゃん、ね、うん、やっぱりな、いや、それは噛んでマジで、誰を妊娠させたんだ、意味が、いやそんなことよりさ、明日の車屋がさ。来てくれって言われたんだけど、修理やめるってことなんじゃない？知らないよ。かかるも何も、だってそもそも修理はさ向こうがやるって言ったんだから、修理っていうかあの廃車関係ないよね。ていうかだから別にそれは別にいいんだけど、あのちょっとミュートンするけど、やった。これは電話せんといけんな。マジか。しながら、番号がバレるわ。情緒がえぐい。情緒とかじゃない。ダメだわ、バレたら。よし、あれ。なんでこれ、なんか電話使えないの。え、なんで使えないのこれ。あ、もしもし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 、なんでやねん。
なんてこれかけれんの全然だけど。はなんてかけれねえんだよ。ボロ電話がマジでボロ電話すぎだよこれ。無理だ。壊れるて。いや壊れねえだろ。壊した。いや壊してねえわよ。誰も。そうダメだわ。とりあえず一回飯食うわ一回。一回飯。自分のスマホでかければ、いや配信してるから無理なんですよ。電話してみる。